ポケモンソルジャーの A0 です。えつないです。今回は先日のホームアップデートで連れてこれるようになったレジンズアルセウスで初登場した翡翠の新ポケモンの解説ということで、何回かに分けて全部で17体紹介していきたいと思います。今回はパート1ということで、爆風雲、ジュナイパー、大剣家の御三家やっていきます。まずは爆風雲から、今回紹介する御三家全員なんですけど、レジンズアルセウスじゃないと進化できません。持ってない人は友達に頼みましょう。種族値は全体的な雰囲気とか合計種族値は通常の爆風とは変わらないね。 HP と素早さが5ずつ減って特攻が10上がってるから、通常爆風より種族値が強いかどうかでいうと弱いですかね。これは素早さ5っていうのはね、でかいし、タイプ的に EU にめっちゃ弱いし、抜かれてるのもめっちゃきついよね。ミミッキュに抜かれてるのが多分一番痛いと思うんだよな。確かに。リージョンフォームのポケモンたちって種族値が良くなる傾向があるんだけど、そうだね、なんか知らんけど良くない方向に行ってしまいましたと。仕上がってるからね。瞬間火力は通常爆風と比べてあるんだけど、こいつに求めるのは瞬間火力ではなさそう。火力求めるなら本当にイーユイとかドクガとかいるから。タイプは炎ゴーストでシャンデラと同じかな。弱点多いけどその分半減も多いし耐性も多いっていう、プラスもマイナスも何でもあるって感じだけど、悪くはないのかな。悪タイプですよ、ポケモンがいっぱいいるっていうことが問題なことぐらいかね。特性がモカ普通の御三家の特性で、夢特性がお見通しで、通常爆風とは違うね。元はもらい火なんだけど、テラスタルのおかげでもらい火の性能が上がってるってことを考えると、なんかそっちの方が良かったなっていう気もしちゃうんだけど、お見通しだからできる戦術っていうのも特にないしね。スカーフで噴火打とうとすると、むしろ S 関係がお見通しによってバレるという話もある。確かに。でもう一回生かそうとしたら噴火使えないしね。特性発動する同士だとさ、スカーフ判定ってのができるわけじゃん、わざわざ教えてもらわなくてもスカーフ判定ってのができるわけで、なんかそこの噛み合いがちょっと悪いかなとは思うけど。確かに。次技見ていくんですけど、専用技が百鬼夜行で、特殊ゴースト技で追加効果が面白いんだけど、たたり目よりは百鬼夜行を使うかなっていうところなんだけど、なんかシンプル殴る方として百鬼夜行どれだけ強いかっていう話を。百鬼夜行をポンと打つだけだったら一発目が弱いから、毒菱とか巻いておきたい気はするけど、状態異常かかってる相手に対面して百鬼夜行を打ち始めるのであれば、交代先に火傷の確率を押し付けつつ、殴っていけるっていうのはいいんだけど、スカーフとかメガネだったらシャドーボールでいい話もあるよな。安定した強さがある技ではないから、活かせるような構築とか爆風単体の型にするんだったらありって感じか。シャドーボ、百鬼夜行両方入れてもいいのかなとも思っちゃうけど、こだわってる方なんて大体百鬼夜行もシャドーボも多分あんま打たないし、ね、そうだね、もう噴火命だね。こだわってない方だったら、結構百鬼夜行入れたいかなっていう感じはするから。他の技見ると、鬼火があるのはそうだし、瞑想はね通常爆風にはない技だからなんか使えそうじゃね。両受けか。鬼火、瞑想、百鬼夜行、噴煙、とにかく火傷巻くな。耐久下がってるのに加えてめっちゃ柔らかいからな。月光がぐらいでしょ、硬さ。月光やるかは硬いけどぐらい。月光がね、両受け型してもポンポンポンって殴られてやられそう。直機持って物理特殊両方いけますみたいな。めっちゃ運ゲーだけど、めっちゃ運ゲー。もう噴煙と百鬼夜行を打つしかないけど、微妙いな。ちょっとやっぱ一番強そうなのは噴火だよね。いや噴火だね。結局爆風らしさを優先した方が結果的に強くなってそうです。スカーフ、噴火、炎テラス、控えめ CS、 範囲的には気合玉とかもね欲しかったりするのかなとも思わなくもないけど、スカーフとかで正直打たんよな。でも強さとしては通常爆風と大して変わらないような感じですか。同じぐらいの気がするな。4世代の頃爆風が噴火を覚えるようになったんですよ。そうだね。その時にねめちゃくちゃ楽しそうと思って育成してさ、スカーフ噴火打ったらさ何にも倒さない。毎回ワンオンワン負けて、なんだこいつってなったから。こういう技海洋神慣れすぎだよな。ちょっとそうね、火力だけで言うとイーユイのダイモンジぐらいか。でもメガネ炎テラスの噴火とかでめっちゃ遅いやつ崩すとかぐらいだったらできるってことじゃん。そうだね。ハピナスの水テラス強要させるぐらいなら、それぐらいならできる。ポケモン単体の評価としてはどうでしょう。 D ランクとか C ランクぐらいですか。環境ポケモンを S から E に分けて作るようなキャラランクだったら正直 E にも入んないかなって思うんだけど、ポケモン全体で考える
中だったらまあ D かな。対戦環境で活躍はあまり見込めないという形ですかね。次がジュナイパー。種族値としては HAB が上がって CDS が下がってるのかな。そうだね。まあ遅くなってるのはちょっと嫌だな。まあでも種族値の上がり方的にはまあ結構得してるから、まあトントンぐらいかな。タイプは草格闘で機能ガッサと同じだね。まあ機能ガッサとこいつ比べて、まあジュナイパーを取るかって言われると、まあ、難しいところだけど、かなり性能が違うから、同じタイプだからって一緒くたにするほどの感じでもないのかなとは思う。体勢的にはメジャーどころをいっぱい半減できるから悪くはないよね。炎テラスにしたら動きやすいみたいな性能とかもちゃんとあるから。特性は侵略は当然として、夢特性が肝ったま。これは肝ったま一択でしょう。専用技の3本の矢が効果てんこ盛りで強いと話題ですね。まあなんかいろいろ追加効果が運ゲでくっついてくるけど、あ、これひるませる効果が生きないっていうのが S の低いところの弱いところかな。素早さ上げるには草分けだけかな。相手の S を下げる技として岩石封じとかローキックはあるから、この辺使うかスカーフか。カーフも抜ける範囲がしょっぱいったらない、115族までしか抜けないからね。まあ、毒が抜けるぐらいだ。ひるみが5割だったらなんか S 上げる理由もなるんだけど、3割だからそんな気にしなくていいのかなっていう気もする。 S 操作に頼らずに遅い構築に刺していく使い方のが良さそう。そうだね。この急所の当たりやすさと防御ダウンとひるみっていうのを全部押し付けるわけだから、受け構築に対して3本の矢を連打して崩していくみたいなのがしやすいポケモンではあるんだから、イメージイカサマダイスキノガッサみたいな使い方になってくるのかな。本当にそうだと思う。でかつサーフ後に弱くなかったり、他の技見ても畑とか剣舞とか不意打ちとかね、影打ちとか、なんとなくいい技はいっぱいあるよね。他の技も普通に優秀な技ではあるから、まあ、受け崩しっていう面だと、まあ、結構使っていける性能にはなってるんじゃないかな。落ち物の選択肢いっぱいあるけど、なんかこれだって来るのがないよ。なんかもうもはやマントとかでもいいけど、受け倒すだけ。巨獣王にぶん投げて3本の矢連打しててもいいけど、鉢巻きとか。ああ、そう、鉢巻きも全然あるじゃん。ほんのり普通の構築に出すんだったら直気とかタスキとかね。まあそうね、身代わり残飯とかもあるかも。地割り拒否しつつみたいな。物理耐久上がってるからさ、ヘイラッシャーに対して身代わり残しやすくはなってるから。そうだね、雪なだれとかがなければ。イカサマダイスガッサリスペクトの種マシンガンイカサマダイスでもいいよ。それだとキノガッサの方がいいかなって思っちゃうけどな。なんか3本の矢をもっとなんか重点的に強く使いたい。メトロノームとかあり。ああ、やりすぎかな。あなた好きそうだね、そういうの。まあ、崩す方法っていうのを考えて持ち物選択したら全然何でも良さそう。テンプレっていうのは確立するのはもうちょっと期間がかかりそうな気がするよ。レギュレーション D の初っ端一番多くなるの何なんだろう。それすらあんまり想像つかないんだけど、タスキとかじゃね。無難にタスキとかなのかな。テラスも絶対ばらけるしね。まあ、なんかフィッチテラスにして対面的にいろんなやつに動けるようにしとこうみたいな。新速マッハパンチ耐性のゴーストにしてついでに影打ち強くしたり。あー、確かに先制技威力上げるのもありだね。やることはね、単純明快で3本の矢打つだけで簡単だけど、型考えるのはちょっと難しそうな気がする。まあ、逆に言うと別に何とも噛み合ってないということ。他の技がね、もう3本の矢と肝っ玉だけがなんか浮いて強くて他が何でもないみたいな。評価としては B ランクぐらい。まあ B ぐらいでもいいかのかな。ちょっとどんぐらい使われるか微妙な気するけど、まあ、C でもいい。ウーラオスがさ一緒に解禁されなかったらさ。まあ確かに。そう、もうちょっと上って言いたいんだけど、ウーラオス来ちゃうからな。じゃあ C ランクで。うん、 C ですかね。弱いことないと思うけど。そうね、受け使ってたら絶対困るよね。うん、めっちゃうざいと思う。最後3匹目が大剣気。これはだいぶ注目ポケモン。まず種族値としては原種の大剣気と比べて AC が反転して耐久が下がって S が伸びてる。これは間違いなく種族値は強くなってると言っていいでしょう。耐久下がった言うてもめっちゃペラペラなわけじゃないしね。パオジアンより HP が10高いです。 S は最速にすれば維持ミミッキューより速い、まあ、サーフ号より速いのが、まあ、とりあえずプラスだよ。そうね、悪タイプだしね。うん、A が伸びたとはいえ低めなんだけど、特性の切れ味がねあるから火力は見た目より高いよ。でタイプが水悪で攻撃的な4歳のパオジアン、イーユイのタイプ一致技全部半減だね。まあ、とりあえず要素としてはそこが大きくてそこはプラスだよね。ただまあ悪タイプっていうところでタイプかぶりが非常に非常に起きやすい。それは間違いない。簡単にさらっと構築に入ってくるみたいなのではないかな。どっちかっていうと軸、最初に大元気を採用して構築を考えるみたいな順番で入ってくるポケモンな気はするね。耐性
性は優秀だけど使い方としては穴埋めにはならない、うん、目玉の専用技の被験知恵並みがね、殴りながら巻き菱巻けるっていうすごい技だね。これが切れ味で 1.5 倍になると。まあ、65の 1.5 倍だから叩き落とすだね。次回かな、似たような性能を持つバサギリの話もすると思うんだけど、まあ、バサギリよりかは複数回巻き菱が巻けるっていうことを評価して使っていきたいポケモンだと思うから、ちょっとサイクルするような方でも、まあ、良さそう。特性切れ味が乗る技もいっぱいあって、一技としては辻斬りとアクアカッターとシェルブレード。さすがに辻斬りは使わないけど、まあ被験知恵並みでいいな。アクアカッターが急所を当たりやすい技で、ピントレンズとか一緒に持ったら相性良さそうだけど、被験知恵並みもね、なんか技の説明に急所を狙うって書いてるけど、なんか狙うだけで当たりはしないらしい。これが当たりやすいんだったらさ、ピントレンズ型みたいなの楽しそうだけど、まあないね、これだ。あと地味に不意打ちとかもあるからよくね。そうね、不意打ちアクアジェットの先生はさ、両方持ってんのは結構大きいし、起点作成役としても挑発あんこあるからすごくない。 S 操作も効果性とかあるから、ヘイラッシャーに強い結びとか、あと聖なる剣もあるし。聖剣は切れ味乗るか。乗るね、強いね。でもタスキの起点作成型だったら入んないよね。あ、入んない。まあ、技は本当に無限というか、うん、何でもいいね。剣舞もあるから、積み入れみたいな構築でさ、巻きながら剣舞で自分も抜きエースになるよみたいな。ゼロ剣舞ドドゲザンをなんか、もっと分かりやすくみたいな感じだな。こいつは強いね。だいぶ楽しい。使いたい雰囲気の性能はもう100点。一番多くなるのは、タスキとか、時点で直帰？まあ、タスキ一番じゃない？直帰も普通に強いと思うけど。評価としては、S ランクまで行く？いやー、S は無理じゃない？A ランクかな。大暴れ超最強みたいなことにはまあ多分ならないから、被験知恵並みのね、命中が100だったらいいんだよ。そうね、外したら終わりのポケモンになっちゃってるから。元は大元気だから、ね、そう大元気だから。使用率的にもどうなんだろう。初週はみんな使いたいから使うのか。翡翠組の中でどれぐらい人気なんだろう。まあちょっと順伝もいるからあれなんだけど、まあ確かに最初はまあぐちゃぐちゃになるだろうけど、うん、でもとりあえず御三家の中で唯一トップ30入りそうな性能を持ってるのはこいつだけで、それは間違いない。うん、他2匹は絶対入らないから。ということで、翡翠の新ポケモン解説シリーズの、まあ、パート1ということだったんですが、まあ、パート2、パート3とどんどん続いていくんで、まあ、レギュレーション D に備えて皆さん知識の方をね、共有していければなと思います。誰使いたいって聞こうとしたけど、大元気に決まってるよね。絶対そうだね。受けループに当たり続けるんだったらジョナイパー使ってもいいよ。対受けループの性能として楽しすぎる。てか切ないさん、しょっぱな大元気でしょ。わかんない。でも翡翠誰かは使いたいよな。さすがに使いたい。今までの知ってる順伝とは違うからね。まだちょっと面接中だわ。とりあえず一次試験は合格してるポケモンであるね、大元気は。あ、そう、書類選考通過してる。期待しましょう。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。